今日も仕事疲れたな。なんか7月31日におっさんのための場所ができたって言ってたな。今日はそこで一杯行くか。行こう、バルチカおっさん。どうも、役者、歌手、司会者をやっております、男は臭いよ、内コバことコバと申します。今日も一日お疲れ様です。今仕事終わりで満身創痍の私、英気を養おうと梅田に新しくできたスポットイノゲート大阪のバルチカ03にやってまいりました。ここではおっさんをはじめとする梅田で働く全てのオフィスワーカーに向けて立ち飲み屋などおよそ50店舗が大集結。大阪の老舗や路地裏の名店から海外の有名レストランまでバリエーション豊かに揃い、まるで大阪環状線のオールスターやーって言うとりますけど、ちなみに私ガチの仕事終わりです。どうもおっさんです。JR 大阪駅西口から直結しているのでアクセスも十分。私たちは JR 大阪駅の桜橋口から向かいましたが、仕事の疲労で西口から直結していることに気がつきませんでした。行きたいお店を確認した後、目印のジョジョのアート作品を見つけ、いよいよ中に潜入。エスカレーターを登っていくと、そこにはおっさんたちの夢のテーマパークが。2階から3階はテイクアウト可能なお店や海外の有名レストランなどが揃い、4階は大阪で人気の老舗や名店が集結。5階には立ち飲み屋など飲みに特化したフロアが勢ぞろい。まずは5階へ行き、淀屋橋で人気の立ち飲み酒場黒川テイラーさんからスタート。あー、今日もお疲れ様です。急いで生ビールを頼み、疲れ切った体にエンジン注入。至福、圧倒的至福、このために俺は生きてる。お酒で冷静に判断しながら周りを見渡してみると、そこには仕事終わりのおっさんはもちろんのこと、意外と若いお客さんもたくさんいることに気がつきました。おっさんのパラダイスやな。エビスの黒だ、ウルトラマン。黒生ビールや目玉焼きで優勝した後は、先ほどエスカレーターで上がってきた時に気になってたお店に突入。谷町6丁目の人気店、立ち飲みメガネ堂。ビールの次はハイボールで大優勝。メガネがメガネ屋に来ました。メガネがメガネ堂に来ました。ハイボール片手に食べるおまかせあて三種とポテトフライがこれまたアップマデッキすべてうまい。そういう人がフリーランスで生き残れてるっていうのは運もあるんじゃない。自由って責任だからね。自由って人が思ってる以上に大変なことだから。でもやっぱエンターテインメントは好きだし、だから綺麗事は言いたくないからね。嘘偽りをしたらどっかでボロ出るし。お次は大正に店舗を構えるホルモンが名物の居酒屋野々屋さんへ GO。 若い子はバッテンよかそうのハッピーアワー。私内小場圭介も行きつけの居酒屋で本店との味の違いを確かめるためお店の中へ。ほらめっちゃいける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 。衣装とどう違えるのか実証。テンションマックスで向かったところでハプニングが。なんと僕が大正でいつも行ってるお店の野々屋ね、梅田初出店なんですけど、繁盛しすぎて、このまだ何時？8時過ぎですよ、材料がなくて
もう今日は閉店するらしいです。つまりそれだけ人気。いやー、野々屋行きたかったな。大正との違いを知りたかったんですけど、大正に行った店員さんがそのまま働いていらっしゃったんで、雰囲気は一緒だと思います。なので皆さん、ぜひ早めの時間に野々屋行ってみてください。僕のおすすめです。気を取り直して少し気分を変えようと4階へ。4階来てみたけど、ここはあれだね、あの居酒屋メイン、飲みがメインというよりかはご飯食べたついでに飲むみたいな感じのお店が多いね。だから落ち着きたい人はここでいいかもしれない。でも飲み散らかしたい人は5階だな。ブラブラしてたどり着いた先は、なにわ栗本店を構える日本酒専門の名店、坂船。あ、でもここも坂なんで、わ、豚まんじゃん。わ、牛も鶏もある、なんでもあるじゃん。ありだな。いや、迷うな。バルチカおっさん限定、俺の間から気になる、気になる。なんでおっさん2人でこんなおしゃれなところに来てんだかな。焼酎と見せかけてお水です。どうぞどうぞどうぞ。上司の長野さん、どうぞ。ストレートです、焼酎ストレート。いや、お冷やや。私は手酌でいただきます。手酌で。あー、酔うわ。何やろ。まあでも、いろいろと一人飲みからおしゃれなとこまで揃ってるってことだね。あー、気になるのはでもやっぱりあのさっきのおっさんのまかないかな。まあおっさんのまかないは行くとして、ちょっとね、私次日本酒あたり行ってみようかな。お店のお任せ米違いって何これ。あ、お酒だ。お酒2種お任せ行っちゃう。2種だからちょうどいいんじゃない2人で。なんでおっさんと俺こんなとこ来てんだ。味の違いはいかに。できれば女子とが良かったです。あ、めっちゃ飲みやす。甘すごい。山田錦ちょっと香ばしい。あー、どっちもいいな。あ、どっちもいいな。こっちの方が濃い気がする。でこっちの方がフルーティーな気がする。こっちの方が濃い気がする。こっちフルーティーな気がする。米で違うんだね。うん、うまい。あ、酔っ払うわ。あ、いや、おじさんがバルチカおっさんでおじさんを食べます。これ魚のおじさんね。梅しそ。うん、酸っぱくない、甘い。この梅、あー、うん、うんうんうん、確かに納豆だ。カツオも主張してるし、納豆も主張してる。おっさんの大好物海鮮とクラフトビールで優勝した後は豪快に戻り、大阪の立ち飲みの名店忘れな草の別邸酒どころスズメ。キンキンに冷えてやがるビールで4軒目の大優勝。至福。料理は串カツなどをはじめ和食メニューが充実。こういうのでいいんだよ、こういうので。一見普通の焼きそばに見えるじゃないですか。ニンニク鼻についちゃったもん。ニンニク、今夜はギンギン。うっ、野生の力。天然記念物。いや、天然記念物じゃない、神の使いです。いい野生感が出てる。国産ウイスキーのハイボールは居酒屋としては自称日本一の品揃え。忍が来ました。忍が、ああ。忍んでるね。忍んでるっていうくらいさっぱり。やっぱり日本はね、古き良き日本の忍びですよ。忍ぶれど、なんちゃらなんちゃらなんちゃらで、やっぱり居酒屋美味しいな。
めっちゃうまかったな。イノゲート大阪マルチカ。おっさん？マジでおっさんのための場所だね。今日行きたかった。まあ、ののやも品切れだったし、あってんよかとは昼飲みに最適でしょ。ハッピーアワーあるから。で、今日日番だけど8時半過ぎたらもう結構空いてんだよね。オープンしたばっかなのに。結構穴場じゃないですか。なので皆さん、ぜひイノゲート大阪バルチカおっさん行ってみてはいかがでしょうか。私、内駒圭介の個人チャンネルでは今回のバルチカゼロさんの飲み動画の別編集バージョンも公開中。概要欄にリンクを記載しておりますのでぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。